脱目。脱目は、甲骨魚類の分類群の一つ。2ア目5か36属で構成され、メダカ脱など227種を含む。脱ア目には、サンマトビーをサヨリなど、水産資源として、重要な魚類が多く所属する。脱目は、メダカアモクと脱、ア目の2ア目で構成される。メダカアモクはかつて、 かだやしメに含まれていた小型の淡水魚のグループであり、一方の脱アムクには、トビウオやサンマなど外洋での遊泳生活適応した海産種が多く含まれ、両グループの生活様式は全く異なっている。本目に所属する227種の魚類のうち、98種は淡水あるいは寄水域に生息し、残る129種は海水魚である。海産種は 世界中の暖かい海に広く分布し、特に熱帯、亜熱帯の表層では数の面で支配的である。メダカは発生学、遺伝学分野の実験動物として古くから利用され、また、サンマトビウオなどは重要な水産資源として日本を含む世界各地で漁獲される。脱、木魚類の体は一般に細長く、断面は円筒型化。 約三角形であることが多い。すべての種で、混ぜ骨、絶液を構成する骨の一つを書いており、これにより上顎は固定され、ほとんどの種では動かしたりん、口先を突き出したりすることはできない。脱、アモクの仲間は、成長のいずれかの段階で、下顎が上顎より前に出た、いわゆる、受け口となる時期がある。上顎も、同様に長く伸びる脱とが、 下顎だけ長いままのサヨリカなど、制御での形態は様々である。ヒレは、トゲ状を持たず、南状のみで構成され、腹期は腹部に、背びれと尻びれは、体の後方に位置する。サンマ科の仲間は背びれ、尻びれと尾ひれの間に勝利びれ、使用力と呼ばれる、独立のヒレ状を複数持つ。おひれしとの種びれ状は、常用よりも多く、トビウオカとサヨリカでは、 下輪が特に長く発達する。第二、第三条、エラ骨は小さい。産卵は藻場や流れ藻に対して行われ、卵に粘着性の卵糸を持つ種類が多い。卵は一般的に大きく、小型のメダカでも直径1.5ミ、mm、リメートル程度あり、脱の仲間では3ミリメートルに達する。脱目はメダカア目、脱ア目の2ア目からなり、 5か属二族二十七種で構成される。東五郎岩締め、肌屋締めとの関係が近い。メダカモ目エイドリアニクテオディは一か属族十八種で構成される。九百八十年代までは肌屋シグッピーなどと同じ肌屋締めに所属していたグループである。最急の骨格や舌骨装置の構造に脱目との共通点が指摘され、現在では 脱目に含められるようになった。この分類体系には、異論もあり、メダカア目と脱ア目に共通する分類形質として、有効なのは、マゼッコ骨を書くことただ一点であり、メダカア目は、旧分類のように課題足目に含めるべきとする見解も、ある。脱目への所属を否定する、この指摘が仮に正しかった場合でも、独立のメダカ目として脱目、課題足目の中間に置かれる可能性もある。 メダカカイドリアニクシーイデイは3赤4属28種からなりインドから日本、オーストラリアと周辺の島所地帯に分布する。すべての種類が淡水や類は奇水域に生息する。日本に生息するのは南メダカ、オリジースラッテプスと北のメダカ、オリジースサカイズミー。タイブに側線を持たない。脱ア目。 ビラノワディは二乗か四か十二属九十九種で構成される。側線は体の下方にあり、胸びれよりも下腹部の近くを走行する。成長のいずれかの段階で、下顎が上顎よりも長く伸びる時期がある。ほとんどの種類では胸びれが体の高い位置にある。トビウオ上海クセジートイデアは二か二十属六十一種を含む。口と、 歯は小さい。鱗は大きく、側線鱗は通常38から60枚。トビウオカエクセシティゲイワゴアカハチ属52種で構成され、大西洋、インド洋、太平洋の熱帯から温帯にかけての表層に広く分布する。上下の顎は比較的短く同じ長さであるが、死魚器には下顎が突出している。 サヨリト飛び魚赤の二種を除くすべての種類では、胸びいれが大きく発達している。尾ひれは大きく、二股に分かれ、下葉は常葉よりも長く発達する。血魚きに長い口ひげを持つ種類が多い。飛び魚の仲間は、海面上を滑空する習性を持つことがよく知られ、非常に適した体型上の特徴が多数認められる。下側だけ、長くなった尾ひれは、 水面上に飛び出る直前まで海水を捉え、より力強いジャンプを可能にする。飛び出した後は大きな胸びれを浴場に広げ、グライダーのように高速で滑空する。一部の種類では、腹筋も同様に大きくなっており、胸びれと合わせ4枚の翼を使って飛ぶことが可能となっている。浮き袋も大きく発達し、体を軽くする効果があると見られている。さよりが。 ヘモラムフィーデイ、英名、ハフビークワニアカ十二属百九種からなり、本目魚類の半数近くがところ属する。三体用の表層を遊泳する、海産種と、インドからオーストラリアにかけて分布する泡魚、キス水魚が共に含まれる。サヨリカの仲間装飾性で、魚類全体で十五化のみが知られる意を持たない、グループの一つである。近年の分子生物学的解析によれば、 本家は、側系統群であり、サヨリカは、トビウオカニ、小餅サヨリカは、脱化、サンマ化により禁煙であることが示唆されている。価格は、上あごよりも、かなり長い。胸びれと、腹びれは短い。尾ひれの形状は様々で、下場が長く伸びる種類もある。脱状カスコマーシッコイデアワニカ12三38種で、構成される。鱗は小さく、 即戦ウーロコは70から350枚以上。口は大きく、制御では両角あるいは上顎が長く伸びる。脱化の一部、ビラン族とサンマカを姉妹軍とみなし、両下を統合して、初めて単系統になるとする見解もある。脱化ベラニデイは10族34種からなり、うち22種は世界の熱帯温帯海域の表層に、12種は 南アメリカパキスタン東南アジアにかけての淡水域に生息する。脱、ストロングラーラ、アナスタメラなど一部の種類は水面から勢いよく跳ね上がる性質がある。天竺脱族の仲間は1メートルを超え、2メートルに達する場合もある。体は細長く、一部の炭水産種を除き、両角とも細長く尖る。口は大きく開き、針のように鋭い歯が並ぶ。 勝利比例はない。孵化した時点では上顎、価格ともに短く同じ長さであるが、成長につれて価格が著しく伸びる。ある時期を過ぎると上顎も伸びるようになり、下顎とほぼ同じ長さになる。サンマカスコマーシサイデイは二族四種からなり、世界中の熱帯温帯海域の表層に分布する。脱化との関係が深く、本家単独での単系統制には、疑念が示されている。 脱花の甲を参照。サンマ族、スコモリーサックス族は各2種を含み、それぞれ一種は比較的大型で、北太平洋、北、大西洋など広い分布域を持つ一方、残る一種はごく小型で熱帯域に限局する。口の開き方は比較的小さく、脱花魚類と同様に細長い顎を持つもの、下顎がやや突出した短い種など様々。 歯は小さい。背びれとしじびれの後方に4から7本の勝利ヒレを持つ。各族の小型種は浮き袋を持たず、卵巣は片側にしかない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。